来ない時に、なんちゅうことぜよ。何をする気ぜよ。待て女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐランボーイのところへ行かないと手遅れに。ですからここをお通しください。そら大変な話ぜよ。なあ。おお、大変じゃ。腹の腑の病気か何か知らんが、手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうことぜ。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思ったかか。そんなに長子様は偉いのですか。何？私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の豪氏のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士は人を助け、こういう時には誰よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。女子様のお通りはこの子の命より重いんですか。豪氏の嫁風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対。わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。たく、とさいちいち俺を苛立たせる。何もんぜよ恩師。土佐藩豪氏坂本龍馬。豪氏じゃと。豪氏の分際で恩師。早く行け。しかし俺は根っからの土佐人だ。上司連中の性根は知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を説いても通用しない。うんしゃあ、こうするしかねえんだよ。その子の命を助けたいのならな。ありがとうございます。ご神ごときがどうなるか分かっちゅうがか。ああ、上司様に刃を向けたりはしねえ。間違って殺してもしたら仕返しにこの町ごと焼き払われかねないからな。なんじゃと。後で報いは受けてやる。だがお前らにも女を殴った報いを受けさせてやる。この命知らずが。かかってこい、ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。